ペアロケ争奪戦の敗者復活の3人ロケはどうなったの？何これ、これ何ですか？そんなロケを争奪するみたいなひどいことしてる、この番組で。やりました。結局誰が勝ったんだ？ここの3人なんですけど。あ、なんか何で勝った？サッカーのシュートとか。ああ、ぶち壊して負けられない時だ。ゴールぶち壊した。そうです、そうです。ワールドカップの裏だ、裏だ。だから覚えないんだ、ワールドカップ見せたから。そうだ、そうだ。そうか、そうか。それ何、何、何した、何？トランポリン。びっくりしちゃってんだ。え、なんか夢の国とか行きたいのかなと思ったら、トランポリン。もう行ってきなよ。いいよ、今。今。いやいやいや、これ終わりでいけるじゃん。でその模様をこの後オンエアで差し込みましょう。あ、今日のこの放送で。チレンダー企画ってやっぱどうしても弱いから、やっぱりちょっと弱いって言っちゃったよ。弱いのに毎年やってんだよ。じゃあやっぱちょっと、だからこの後にちょっとぶち込もうか、3人の思いのほか盛り上がっちゃったらどうしますか？それをもう、でも切りまくろう。トランポリンでどんだけ盛り上がったって5分しか耐えられないよ。そうでしょうね、うん、よし、じゃあ、はい、はい、V フリー。あ、なるほど。3人で V 振りして。どうする？いいよ、せーの、レッツトランポリン。斉藤冬香と上村里奈と佐藤しおりの年末大生産トリオロケ。いや、もう本当にね、これあの時の収録で多分言ってなかったら多分本当になくなってたから、うん、ね、本当に何も言わないと思ったのかね。私たちがこのままこう、あ、行かないんだ。じゃあ行きます。頑張って、頑張って。ミスミス、今ここがトランポリンみたいな手になっちゃったよ。ここだった。でここは飛んじゃいけないよね。そっちで。
もう目の前に石の形こんなの見たことないよ、しております。じゃあ早速ね、すごいなんか絶景って感じ、ね、ツヤツヤだね、ね、ツヤツヤ。ゆうちゃんお腹空いたから静かだった。ああ。ね、リアクションが美味しいね。美味しい。あの運動会ロケやってなくない？やってない。あ、もうだから私すごい体をね動かしたかったの。ね。今日体力のさ衰えを感じたわ。うん、そうだね。今年1年どうだった？3年間でなんか一番いろんなことがあった気がした。ああ、確かにね。なんだろう。課題にぶち当たって乗り越えるっていう年だった気がする。やっぱなんかすごいメンバーでいろんなことを話したイメージ、いろんなこと。確かに。でも今年の一番頑張ったこと何ですかって聞かれてパッて出てこなくて、なんか来年はそのなんか頑張ったっていうものが出てくるように、なんか自分の中でこれだって言えるものができるといいなって。他のメンバー結構写真集とかさ、結構こうなんだろう、いろんな方向に結構モデルになった子とか多いです。専属モデルになった子とか、あと舞台感じで初めて舞台に立った子とか、なんかすごいなんだろう、個人もこうなんだろう、いろんなねとこに行った年だなって思って。でもなんか結果やっぱグループで何かするときになんか一つになれるのはすごい良かったなって。個人仕事もこうみんながこう自信を持っていけるように、こうグループの活動も地盤っていうのかな、がしっかり固まってて、そうっていう風になんかできたらいいなって思うかな、うん、かな。めっちゃみんな話長くなったね。確かにめっちゃ語ってるよ、ね、今日のロケ楽しかったね、めっちゃ運動もできて、本当に。じゃあせーの、大満足でした。